アイスティニー・オペラ1636ユスティノスは紀元に世紀のキリスト教神学者。ギリシア教父の系統に属し、教父、五教家といわれる最初期のキリスト教神学者の一人。聖教会、非カルケドーンはカトリック教会、聖公会、ルーテル教会で聖人として崇敬される。自身の著述によれば、ユスティノスはサマリアのフラウヤネアポリス出身。 父は、プリスクスという名であった。アテネローマに学び、様々な哲学諸派を経て、キリスト教にたどり着き、エフェソスで洗礼を受けた。当時盛んだったグノーシス主義を、キリスト教の正当な信仰を歪めるものとして激しく批判した。アントニウスピュース帝の時代に、ローマへ赴き、そこで、キリスト教を広める私塾を開いた。 論破した哲学者の陰謀で捉えられ、165年、ローマで殉教したと伝えられる。そのため、殉教者ユスティノスと呼ばれることもある。ユスティノスの思想の特徴は、キリスト教徒として初めてギリシア思想とキリスト教思想を融合しようとしたことにある。具体的には、当時のギリシア哲学の用語であったロゴスをキリスト教思想に取り入れている。 ユスティノスに先立ちアレクサンドリアのフィロンも、ユダヤ教徒として、ユダヤ教思想にロゴスを取り入れ、神はロゴスを通して、自らを表すと唱えたが、ユスティノスは、フィロンと異なり、キリスト教徒として、イエス・キリストこそが完全なロゴスであると考えた。イエスは、普遍的、心的ロゴス、純粋知性、完全な真理であるとユスティノスは言っている。 彼の著作に見られるスタイルは、ギリシア人に対して、キリスト教思想を解説し、誤解や偏見をなくそうとする姿勢が根本にあり、当時の一般的なキリスト教官と対話する形をとっている。様々な哲学諸派を遍歴し、プラトン哲学を自らの思想的土台とした、彼は人間の魂は本質的にキリスト教的なものであるとして、 キリスト教こそが唯一の真理であると考えた。そして古代の哲学はその真理に至る前段階であると考え、それらの中に断片的に真理が存在するのはその中にある種子的ロゴスのせいであると考えた。これを種子的ロゴス論という。神とイエスとの関係について彼は聖書は全てのものの創造の前に、 この子供が父によって生み出されたことを言明している。それに、生み出されたものが生み出したものと数の上で、別個のものであることは、どんな人でも認めることであると述べた。現存するもの失われたもの。ありがとうございます。